セルビア社会党は、セルビア共和国の政党。左翼ナショナリズムを掲げる、社会主義、または、民主社会主義政党と考えられている。スロボダン・ミロシェビッチ1990年、スロボダン・ミロシェビッチの指導下で、セルビア共和国共産主義者同盟と、セルビア勤労人民社会主義同盟が合同して、結成された。 同年のセルビア共和国発の複数政党制に、基づく自由選挙では250議席中、194議席を獲得し圧勝した。一降、セルビア旧進党などの極右民族主義勢力とも、提携しながら権威主義的かつ一党、優位正当性的な与党として、ミロシェビッチ政権を支え、クロアチア紛争やボスニアヘルセゴビナ紛争、 コソボ紛争などで政権の大セルビア主義的な政策を支持した。なお、経済、福祉政策では、ユーゴスラビア共産主義者同盟時代の自主、管理社会主義を引き継いで市場社会主義を取っていた。その後、徐々に民間セクターを拡大していった。2000年に、ミロシェビッチが追放されると、セルビア社会党も減やし、 同年の国民議会選挙では議席を急減させて250議席中37議席を獲得するにとどまった。以降、2003年の議会選挙では22議席、2007年の議会選挙ではさらに後退して16議席と、体調に歯止めがかからない状態となった。しかし2008年の議会選挙では統制をやや回復して20議席を獲得した。 選挙後、それまでの民族主義的な政策を抑えて、社会主義的な主張を前面に、押し出し、福祉政策などを軸に、ボリス・タディッチ大統領を率いる、民主党などの恩恵派、親欧米派との連立政権を、樹立、8年ぶりに小政党ながら、与党の一角に復帰することになり、イビサ・ダチッチ党首を、副首相とした。ダチッチは、 党改革を進め、ダツミロシェビッチをアピールした。イビツ・ダチッチ2012年の議会選挙では、統一年均党統一セルビアと組んで44議席と議席を大幅に回復。ダチッチは交渉の末、恩恵右派のトミスラブ・ニコリッチ新大統領が率いる、セルビア新ポ党に、提携相手を切り替え、首相に就任した。なお、 社会主義インターナショナルへの加盟を希望しているが、ミロシェビッチ時代の独裁的なイメージや、ボスニアヘルツェゴビナの加盟政党からの反対があり、加盟の目途は立っていない。ありがとうございます。